どうもテイラクルです。今日もミンゴルやっていきましょう。嵐イベント行こうと思ったんですが、今日もツアーでゴルフやっていこうかなと。言っときますけど、自分の好きなようにミンゴルやっていくんで、そこのところよろしくお願いします。行きましょう。誰にしようかな。まず初戦の相手ですね。ノリダーさん、寝不足のベテラン。男性だな、ノリダー2号。レッツゴー。巻きなしノリタケの可能性ないな。やっていきましょう。始めます。初打か。このコースは自分の出来次第で勝ち負けが決まります。調子がどれぐらいか分かんないんだよね。セコチをやると負けちゃうんだよな。セコチをしちゃうと高確率で負ける。直接狙うなら自分もやるか。だからそれがフェアですよね。それがフェアってもんだ。ナイスショットです。どうなる？どうだ？やるな。マジか。行きましょう。これはね、勝負するしかないな。これは勝負するしかない。だって相手は今決めようとしましたよね。そしたら勝負するしかない。相手がそういう風に打ってくるんだったら自分もそういうに応えないといけない。じゃないとかっこ悪いじゃないですか。相手がそうやって勝負してくるなら自分も勝負するか。ナイスショット。さあどっちが勝ってる。バディーチャンスです。クルパで負けだな。クルパの可能性あるよね。クルパだったら負けの可能性は大。そっちはないけど逆はあるんじゃない。ないか。よかった。よし、勝ち。初戦は勝ち。 OK。 チーズ食べます。すごい、バーディーです。よし、バーディーチャンス。初戦勝つのは運がいいな。幸先がいい。あとね、ちゃんと正々堂々と勝負しました。これは正々堂々。卑怯な手は使ってない。その上で勝つと。後打ちなんでね。その辺はありますけど、しょうがないでしょ。よし、ダイヤボックス。ダイヤ来ました。ダイヤすげえ今開けたいけど、次行きましょう。次の対戦相手の方。
調子いいかもしれないですね、この感じ。まだ微妙かな。50-50か。うん。かもしれない。壊れかけの社会人。山本楽天イーグルス1973。レッツゴー。まあ男性かな。右側読めなかったな。後で読みましょう。パー5。パラ側のどっち。ああ微妙。微妙だなこの風。微妙な風だな。でも多分いけるんじゃないかな。うん。多分いけると思う。ナイスショット。挨拶するか。多分いけるはず。さあ、行きましょう。おお。よろしく来た。多分いけるはずなんだよな。行こう。オッケー。助かった。ふう。ラフか。ラフあんま良くないじゃない？あら。まあ相手は狙うか。問題は。どうなるかな。ナイスショット。どうだ。あードキドキするうん。1.2m か。大丈夫かな。勝ってるかわからんが。入ってます。ナイスショット。勝った。相手氏はいい方でしたね。チーズ食べます。うまっ。ナイスショット。あれ、アルバトラス。すごい。うめえ。やったー。2連勝ですね。次行きましょう。まあ今日はついてるのか調子がいいのかどっちかわかんないですね。どっちもかもしれない。ヨッシーさん、マリちゃん、自称宇宙人。レッツゴー。よし。先打ちはだよ。先打ちはやりたくない。先打ちはやりたくない。さあ、よし、OK。始めましょう。挨拶しとこう。あら。何を打つかだな、そしたら。
ライジングか。風がすごいのか。だからそういう軌道になってるのか。結構きついね、これ。まあ。ナイスショット。拡大だもんね、これは。いいわね。まあここはドンマイでもしとくか。よいよっさっと。で、武士道の全力持ってくる。全力持ってくるで。よし、オッケー、入ってます。あとは決めるだけ。ナイスショット。仲間ですよ、仲間。仲間って思った。お互いだもんね。40? ムカつくな、ほんと。20。15秒、10秒、5秒。ギリすぎ、ギリすぎ。1秒じゃねえかよ、もう。勝つかな、これ。まあ相手がスーちゃんだったら負けだね。チーズ食べます。うまっ。あら、ナイスショット。よし、ナイス。ドンマイ押しとくか。ドンマイ。かろうじて3連勝。誰にしようかな。レッツゴー。たらいでナビコ。バースリー。女性かな。あー、最初打ちたくない。最初打ちたくない。最初打ちたくないからの最初と。さあ、行きましょう。まあ狙うかな。これ負けそうですね。これ負けたらやめようかな。
うん、まあ狙った結果ですから、いいかな、これで。霊峰霊峰か。じゃあ負けだな。狙いもしないのか。ナイスショットです。狙いさえしない。よし。うわー、 4.9 は自分の方があれか。うん、そしたらどうしようかな。霊峰後期超スピン。もう何やってもいいか。まあそんな遊んでる場合じゃないな。はい、下で打つ。ナイスショット。多分勝ちですよね、これで。まあとりあえず挨拶しとくか。うん、ホーミングで勝ちと。いや、なんかちょっと卑怯な勝ち方でしたけど、まあ一応狙ったんで許してください。まあ、ちょうちゃんでもダメだと思うけど。まさかの4連勝か。これ入らないな、しかも。そこ。お、入った。すごい。バーディーです。よ、よし。うん。やったー。すごいな、運がいい。4連勝ですよ。皆さん4連勝です。内容はそこまで良くなかったんですけど、あ、お金が足りてない。ちょっと課金しますわ。3000。うん、この後課金しますね。お、フラッグ。まだいけるか。お金いけるか。プラチナボックス。うん、ピラミッド、いいね。うんうん、今日も頑張りましょう。最後ダイヤ。お金がね足りないんだよな。まだいけるか。あと1000円残ってる。なるほど。ですね、今、まあ、4連勝で終わったけど、実際どうなってるか見ますか。ミンゴルカード、今ですね、なんか知んないですけど、運が良くてですね、5連勝ですね。前回、ナミさんに勝って、まあ、終わってたので、うん、5連勝してます。びっくり。ということは6連勝チャレンジ次やるわけですよ。頑張りましょう。うん、6連勝チャレンジいきましょう。誰にしようかな、はい、びっくりだな、対戦相手の方。はい、レベル87、4パッド5パッドの方。チーズ入り一生で一度。やべえ、こいつセンスの塊じゃねえか。寒気がするぜ。これは強敵だ。ジャックポッ。さっと行きましょう。15m の追い風か。霊峰
霊峰で決めるパターンかな。351か。でもちょっと危なくないか。うん、ナイスショット。草むらに落ちたりとかして、ふえ、それはないか。いいですね。まあここはさあ行きましょう。安定の祝法。祝法でもそんな飛ばないか。ここどうどう、多分いいと思うけどね。うん、オッケー。ナイスショット。ふえ。多分大丈夫だと思う。うん。いいですね。相手が次入れてくるかどうかですね。下か。あーでもこれあれだな、旗が邪魔。いやでもなんとかなるか。決めたらナイスをします。まだわからないからな。うん、ではでは行きましょう。これ6連勝チャレンジなのでかなり気合い入れないといけない。勝ちたい。6連勝はなかなかないですからね。ここは決めていきたいところ。来た、来ました。うん、あーあああ、最悪。リタイアします。6連勝難しかったか。はい、悔しいわ。やっちゃいました。すいません、もうやりません。今日はやりません。うん、なんかやっぱね調子がいいわけじゃなかった。ただ合わせるのは調子よかったね今日は。うん、残り1秒でもなんとか打てたし、まあ5連勝できてよかったかなと思います。はい、いいっすね。ちょ待って、じゃあ自分もやるか。自分もやろう、それ自分もやろう。セットコーデを水着にしよう。水着に、うん、下あるよね。下、うん、そんで羽を外すか。羽を外しましょう。一旦これで確定させて元の位置に戻ると。帽子かで、シャンパンっぽいの持ってますね。ルーター系合わせますか相手に。ということでシャンパンっぽいの、クラブシャンパン持たせましょう。ポン。これ色どうなってるの。カラバリ、あーなるほど。はいはい、シャンパンっぽいの持ってます。うん、羽はいらないよね。羽はいらない。まあいっか、これで。よし、とりあえずまあ一つ、この他
他の格好、これかな。うん、いいね。まあこのぐらいでいいでしょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。まあここまでくらいだったら見てくれる人はいるかなと思います。1時間50分とか1時間20分とか、まあ、そういう動画をなんかすごい立て続けで上げちゃったので、あれはねやりすぎ、中身ないのにそんなやる必要はないなと思って、ちょっと反省はしてない。ただやりたいことやっただけなんで反省はしてませんが、まあそんなこんなで、はい、今回4連勝、最後は6連勝チャレンジは失敗しましたけど、まあいいショットが取れたんじゃないですかね。うん、こういうのも悪くないですね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。